ですね、仕事の前にアニメイトに行ってまいりまして、こんなものを買ってまいりました。じゃじゃじゃーん、アイマスのナムコプロ縦ポスと、ナムコプロの缶バッジ、縦長缶バッジ、こちらはですね全14種類ずつあります。これの中でどのキャラが出てくるかわからないってやつですね。なのでちょっと開封していきたいと思います。こっちはね1個500円でした。でこっち1個400円。こちらの縦ポスは最後の2個でした。買い占めました。さあ何が入ってるのか楽しみですね。開けてみましょう。1個目。いや、こういうさ中が見えないのは開けるときが一番楽しいですよね。はるかちゃんとか高根さんが来たら嬉しいけど、意外とね私小鳥さんも欲しいんですよ。でも誰が当たっても嬉しい。りっちゃんも欲しいし、みきも欲しいし、あみまみも欲しいし、あまこともいいしな、ひびきもいいしな、やゆえもかわいいしな、ゆきほもかわいいしな、あーちはやとかもいいですね。ちはやが当たるならはるかと2人で並べたいな。あずさんもいいな。いおりもかわいいし、あ誰が当たってもいい。いきます、せーの、じゃーん。おー、この色は、この色はりっちゃんかな。りっちゃんじゃないの、これは。夢を初めて願って、今日までどのくらい経っただろう。りっちゃん、かわいい。りっちゃん、やっぱりっちゃんはプロデューサーでありアイドルである。私たちの気持ちもアイドルの気持ちもわかる。素敵ですね、かわいい。またりっちゃんのアイドル姿はねちょっと貴重でね、もうりっちゃんがこういう衣装を着るとめっちゃテンション上がるんですよ、いつも。かわいい、イエーイ、貼りたいと思います。いや、なんかちょっと出だしから結構テンション上がりました。まあ14人誰が当たっても嬉しいんですよ、嬉しいの。だから結局これは外れがないんですよ、そこがまたいいところですね。まあ、14個買ってこう被るとかがなければ、だからりっちゃん以外だったらめっちゃ嬉しい。いきます、2個目。もう節目がちな昨日なんていらない、ふうふうふう、これから始まる私の伝説、じゃーん。おーっと、これはあずささんですね。この色とこの目元、そしてこの髪型はあずささんに決まりでしょう。開けます。 I'm ready, I'm ready, 始めよう、やればできる、きっと絶対私ナンバーワン。あずささんかわいい、見てこのあずささん、ウィンクしてる、かわいい。あずささんかわいい、あずささん超かわいい、かわいい。あずささん超セクシー、かわいい、セクシー、かわいい。お姉さんかわいい、最高、イエーイ。あずさん来ました、ありがとうございます。あらあら、かわいい。いや、これはもう最高ですね。やっぱね、アイマスグッズはほんとテンション上がりますね。それでは続きまして、こちら缶バッジいきたいと思います。缶バッジはね結構あったんですけど、2つだけ買ってみました。1個目開けます、よいしょ、いきます、せーの、あ、ちょっと切れちゃうのが辛い、せーの、じゃん。おー、ダブルあずささんだった。でもかわいい、このちょっとこのさっきのねポスターのこの絵柄めっちゃかわいいと思ったんで嬉しいですね、嬉しいですね。あずささんいただきました。よし、では最後開けたいと思います。ちょっと予想しよう。弥生、弥生じゃないかな。いきます、ドン。おー
る私としてはやっぱりはるかは嬉しいな。やっぱ他の子が当たっても全然嬉しいけど、はるかが当たるとテンションがまた一段階変わりますね。いや嬉しい、はるか来ました。早速つけたいと思います。いや可愛い、あの縦長のこういう缶バッジってあんまりないからめっちゃいいよね。こういろんなところにこうやってつけられるこの缶バッジ当たりました。ということで今日はポスター2つと缶バッジ、もう誰が当たっても嬉しい、ありがとうございます。6月11日にあやはねまやのアイドルデビュー1周年記念イベントを開催します。ロフトプラスワンウエスト大阪です。ぜひ来てね。詳細は下の説明欄からツイッターに飛んでご覧ください。お待ちしてます。私のアイマスが大好きな気持ちについてとか、アイドルデビューしてからの気持ちとか話しつつ、いっぱい歌って踊ってゲストの方も来ちゃうかもね。お待ちしてます。バイバーイ。